ボケって怖い、かなり危ないです。だボケじゃなかった、えぐい。部屋別で、この辺で一番綺麗ですけど、おいくつですか？キヨキヨハロー YouTube よろしくお願いします。海に来てますけどもね、早速、ゲストの本田選手と久保選手に来てもらってます。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。いや久しぶりですね。よろしくお願いします。はい、久しぶりです。まあちょっと僕最近あのチャンピオンズリーグとか、まあ、結構忙しいんですけど。忙しいのに。チームに行って、まあバカンスに行きました。僕も結構忙しくて最近は。あのチームですか。4V4です。あ、4V4全国回って。4V4で全国ですね。あ、4V4 と？あ、チャンピオンズリーグ。チャンピオンズリーグでやっ、はい、ね。ほぼ一緒ですけどね。違いますけどね。今日はどこに来てるんですかこれ？今日はですね、和歌山に来てるんですけども、第2回久保本田、秋休み旅行。前回夏休みやったもんね。はい、夏休み一番の思い出はでもあれでしょ、水かけられて詰め回したとこでしょ。あそこが僕はピークでしたね。あの子ら将来ビッグなるから。ならんよ、大人に水かけて楽しんでるやつらは。なんか噂によると、その、水かけたパパが後で、DM ですごく謝罪をしてきた。で、あれが切り抜かれて、なんか600万再生ぐらい言ってたんですよ、僕に水かけてくシーンが。だから今回もなんかその切り抜きと言いますか、お切り抜き、なんかプレゼント企画がございましてですね、詳しくは概要欄に載ってますので、そちらチェックしてください。前回のだから夏はスイッチプレゼントしますって言って、はい、切り抜いた子、一番いいね言った子に僕フォローして DM 送ったら、はい、当選おめでとうございますって、スイッチか何スパイクどうしますみたいな、うん、既読無視でした。だから今スイッチがキャリーオーバー中です。ああ、いい。秋のジャンボ。チャンスですね。チャンスです、はい、じゃあ早速だがもう行っちゃいますか。行きましょうか。1個目のとこ行きましょう。1個目移動しましょうか。移動していきたいと思います。マキシカチューブ着きました。なんていうとこですかここ。記者さん、いえ、トレ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 市場。トレトレシーですね。トレトレシーですね。トレトレシーですね。まあなんかトレトレシー、トレトレシーですね。はい、トラオレですか。トラオレじゃない。トラオレ市場ですか。トレトレ市場嫌やろ、トラオレバリ売られてたら。マキシカチューブ。まずまあメッシですよ。メッシですか。違う違う、ご飯メッシのですか。メッシの選手ですか。ご飯これですか。これ夜になったら動くからね。動かんでしょ。ここえこのさんそう、いや突っ込ますなんでだから。芸人ちゃうから。芸人ちゃうから。これ今からあれですか。ランチメッシをさ、ランチですか。ランチランチ、そうっすね。ボランチですか。じゃあランチ、ボランチされへんか。マキシカチューブ。いつですか。友達ですか。皆さん修学旅行で来てます。修学旅行、はい、何歳ですか。17です。 JK ですか。はい、みんな身長が僕より高いです。はい、さよなら。さよなら。ありがとうございます。なんで時間ないの写真撮るの。時間ないって言って、なんで写真撮りに行くの。インタビューですかって言って、じゃあ今インタビューいいですかって時間ないって言って、うん、でも写真撮りに来て、どういうこと。時間ないんだよね、写真。どういうこと、どういうこと。いいですか、いいですか。はい、チーズ。めっちゃぼやけてない。すみません、お願いします。ごめんなさい。はい、チーズ。ありがとうございます、応援してます。ちょっと危ない、ちょっと危ないです。え、ちょっと待って、ちょっと待って、かなり危ないです。あっちでね、ちょっとね、なんか、その、撮ったでしょ、あっちでね、こっち向きながらこうやって見てた。え、なんて、木と水と土、陰と月と火は日は。チュアベリやって。チュメアリのチュアベリな。うん。いや、ゆきなりがね、ゆきなりが僕の英語のことをスパニッシュイングリッシュって言うんですよ。いや、イングリッシュイングリッシュな。なんやねん、イングリッシュイングリッシュって。意味わからんねん。一歩先、一歩先。一緒のワードあったな。すごいな。これって、何丼があるんですか。海鮮丼。海堀丼。海堀丼。海堀丼ですか。いやいや、海堀丼のキーパーの。海瀬丼すか。海瀬丼ね。とか言ったけど。海瀬丼。海瀬丼じゃない。海瀬丼。海鮮丼。三笘のね、元同僚。ブライトンですか。海鮮丼なす。焼いてくれたりするんじゃん。何を焼いてくれたりするんですか。例えば貝類の。
だからホタテとか。ホタテですか。ホタテちょっとフリーお前何だよ例えば貝類の絶対ホタテ言ってほしい。ホタテも出てきてもうだから何を焼いてくれるんですか。例えば貝類の。あ、これクールダウンですか。クールダウンじゃん。クールダウンは自由に禁止やから入っていいですか。クールダウンじゃん。いや、試合後にアイスバスです。アイスバスちゃう。魚と一緒に寝てるんか。ガッツシ死んでます。でかない。応対。いや、魚でかいねん。ボケボケのケボケースケス。マキシカチューブ。おばありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。いやいや、まあ、全然いいですよ。僕投資家やから。あ、何に投資してるか分かんないけど。特上海鮮丼を3つと、つけまく、つけまぐろ丼、しらす丼1つで。漬けやろ、ずっと。あ、漬け漬けですか。以上です。はい、じゃあそうしたら8300円です。特上海鮮あれも特上海鮮が3、つけまぐろ1。はい、お味噌汁。あら、ワンね。ワン。はい、ワン。Thank you. Gracias. いやいや、僕スペインから来ました。嘘つけ。はい。スペインちゃうね。レアルソシエダでプレッシャー。してないって。日本代表。スペインにも来てくださいね。いや、いい、きついやろ。佐賀県でマギーガさんと僕の 4v4 コラボするんですよ。11月23。応募してください。ぜひね、応募してください。すごいないですか。マキシカチューブ。僕ってね、その手が、エビって手汚れるじゃないですか。だから僕ってエビが嫌いなんですか。知らん。マキシカチューブどうぞ。俺エビが一番好き。代わりにさ、他全部もらっていいですか。いや、きついってお前、エビ2匹の俺エビ晩ご飯楽しみやな。うま。今言うことか。手を合わせてください。変な宗教。いただきます。いただきます。グラシアス。これかけ、かけふさするんですか。これ醤油かけふさすか。おわさび全部いったの。辛い。めちゃくちゃ辛いと思う。確かにあの量はやばいですね。じゃあ、イーがびっくりするじゃないですか、うん、イーってびっくりさせた方がいいんですよ。あかんよ。中に、イーの中に胃液あるじゃないですか、うん、あれが体にいいんですか。知らんて。いい多いって踏んでる。マキシカチューブ。今回泊まらせていただく、ホテルがですね、こちらです。エランドさんでございます、はい。なんか今でも勘違いしてたのが、はい、僕がホテルに泊まるんじゃなくてホテルが僕に泊まってるっていう考え方もできると思うんですね。できひんよ。海見てくださいよ、カメラマンさん。いや、海でかいねん。ボケーボケーのボケーボケースケース。出てないかも。出てるよ。めちゃくちゃ出てるよ。ボケースケース。怖い。かなり危ないです。でもボケじゃなかった。えぐい。いや、別で。この辺で一番綺麗ですけど、おいくつですか。